映画謝罪の王様の試写会でニューヨークを訪れた阿部さんと竹野内さんが日本語学校の授業に飛び入り参加。一体どんな授業になるのか。ゆたかさん、すみません、こちらにお願いします。ゆたかさん、みやさんとペアでお願いします。さらおさん、はい、ナンシーさんとペアお願いします。いいですか。いいですか。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。いいですね。みなさん、いいですか。クリスマスストーリーですよ。ワンモアタイム。何をあげましたか。で、ネクストは誰にあげましたか。じゃあ、トニーアスクトゥーサマーズ、サキさんアスクトゥーキミ、ニックアスクトゥーイアン、リダカさん、ミヤさんに聞いてください。エレンアスクトゥーエレシア、サダオさん、ナンシーに聞いてください。はい、はい、リンダアスクトゥーショーン。はい、スタート、レッツゴー。クリスマスに何をあげました。どんな本をあげたんですか。赤い本をあげました。誰にあげたんですか。弟にあげました。あげました。ナンシーさんはクリスマスに、佐藤さん、すいません、もうちょっとゆっくりお願いします。ナンシーさんはクリスマスに何をあげましたか。映画をあげました。ナンシー、映画をあげました。映画をあげました。すみません、映画をあげました。で、佐藤さん、どうぞ。ナンシーさんはクリスマスに映画をあげました。誰にあげましたか。誰にあげましたか。私、友達にあげました。友達にあげました。で、佐藤さん、どんな映画ですか。どんな映画を、どんな映画をあげましたか。ありがとう。日本の映画をあげました。あげました。じゃあみんな行きましょう。はい、どうぞ。この映画をあげました。はい、どうぞ。皆さんの授業ご覧になっていかがですか。面白いですね。何回もこうリズムで最初こう覚えるんですね。なんか役者のこういう仕事してて、でたまにどうしてもその活字をやっぱりその覚えなくちゃいけないわけじゃないですか。でどうしてもやっぱ心にスッと落ちてこない言葉とかってあるんですよね。でそういう場合っていうのはもう今皆さんがやってるようなことで覚えていく。ので、なんかね、見てて面白かったです。何のために日本語を習ってらっしゃるんですかね。 When I was younger, I really liked Japanese anime and video games. And as I got older, I started to like other Japanese movies. アニメ見て最初に覚えた日本語何ですか。カメハメハ。さらに、好きな日本語は、おペタが落ちそう。言葉。変なおじさん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 。I wish my father watched that TV show。ちなみにお二人好きな言葉ってありますか。ガッツ、ガッツみたいな。ガッツだぜみたいな。ガッツ。Okay, everybody, together.ガッツ、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 じゃあみんな日本語頑張っていこうぜ、ガッツ。おお、すごい。思いましたね。なぜ彼らは今日本に興味を持っているのか。80年代アメリカで日本が語られるときは、仕事や技術が奪われる、日本って嫌だよねというアメリカ人が多かった。でも今、日本のことを知っていることは一つのステータスで、インテリジェンスの証。日本文化を尊敬する人が増えたと実感しています。ね、自分が生まれ育ったその国の文化ですとか、やっぱ言葉を一生懸命こう学びたいと思ってる人たちがこれだけたくさんいるんだっていうのは、本当になんかこう励みにもなりますよね。続いて調査するのは日本の魅力第2位の伝統文化について。実はニューヨークでは今、日本の武術や伝統文化を通し日本の精神を学ぶ人が増えている。例えば、いけばな、やったことありますか。ないです。ないです。ないです。じゃあニューヨークで体験していただきましょう。こんにちは。こんにちは。
お邪魔します。どうぞ。あ、失礼します。こんにちは。ニューヨークで生け花教室を開いている三浦純子先生。おー、素晴らしい。はい、どうも。どうも、こんにちは。ハッサンボーイですね。池の坊清月派の資格を持っている三浦先生は22年前ニューヨークに移住し、いけばな教室を開催。生徒は現在50人。これまで7000人以上のニューヨーカーに華道の精神を伝えてきた。もともと西洋にはフラワーアレンジメントがあるにもかかわらず、なぜ日本のいけばながニューヨーカーを魅了しているのか。 I really like it. I guess it's just likeReally relaxing, and it's like kind of a therapy. So I've done both. I do both. They're very different. I find myself full of lots of energy when I'm doing Western, and when I'm doing, you know, regular European style. When I start doing an arrangement with Ikebana, I really forget about everything. And I'm really just there with my flowers and with space and time and meditation.お二人が全くいけばな、はい、初体験だそうです。うん、初めてで大丈夫なんですけど、はい、もう残念なのは日本の男性がお花をやんない。いけばなって女性のものみたいに敬遠してますよね。はい、うん、でこちらだと3分の1はもう男性なんですね。昔日本はお侍さんのお花、いけばなってそうだったんですよね。国をアタックするとか、あるいは守るために、はい、すごい現実を背負ってる人が結局お花とお茶をたしなんで右脳と左脳のバランスを取るという知恵を持ってらしたんですね、日本では。でしょ？でしょ？そうだったんですね。いけばなは仏壇に供える花を発祥とし、17世紀には様々な様式が誕生。当時は武士のたしなみとして男性の中で親しまれていた。早速3人も生け花に初挑戦。生け花っていうのはまずトラディショナル、もう基本的なのは3本の枝を使います。はい、生け花は一番長い芯と呼ばれる枝と、それよりも短い2本の枝をベースに生けていく。芯というのはヘブン、英語ではヘブンって言うんですけど、天と地の間に人がいるという3つの3本の枝にからなって宇宙が成立してますという、一応生け花のコンセプトがあるんですな。知ってました、お父さん。知らないですよ。私も知らなかった。まずは芯となる枝を選び、剣山に刺す。例えばこの角度がいいかな、この角度がいいかな、この角度がいいかなって言って決めて剣山に刺すんですね。あ、いいですね、刺さってますね。力いっぱい刺してらっしゃいますか。あ、いいんです。もう侍ワークですね。侍ワーク、これはルールですけどね。はい、あと角度とか言ってるのはあれはちょっと阿部さん侍になってる今。そうですか。うん、やってる。竹野さん、かわいい。これ見て、そうキュート。すっごいかわいい。見てこれ。見てこれ。いいじゃないですか。ね、すっごい面白い。先生なんかできたでしょ。いやいやいや。楽しいでしょ。楽しいですね。これでも面白い。無になれるっていうか、何も考えずにやってる感じがいいですね。ここで先生から枝ぶりをシャープに見せるアドバイスが。思うんですけど、どうですかね。この辺がちょっとたくさんありすぎるでしょ。これこういうこれに対して、だからこれとかこれとか、あるいはどれか選んだ方がいいと思いますよ。で、竹之内さんが選んだのは、はい、どういうふうに空間変わりますか。変わるでしょ。うん、変わります ね、 ね。選んで悩んでください。もう知ってますね、彼は。あ、そうなんですか。うん、知ってる。もう竹之内さんのはこっちから風が吹いてビューっと来て、風を感じるって言ってるのはやっぱり外のお花が。あ、いいね。切っちゃった。いや、いいと思いません。え、私今の知ってて切ったと思って。あ、そうですか。すっごいすっきりしない？なんかもさっとしてたなと思って。うん、で、嫌いですか、結論として。あ、でも、うん、いいと思います。でしょ？はい、すっきり。竹之内さんの作品は左から右に吹き抜ける風を意識したもの。3本の花が空に向かって伸びているのが特徴。
パッションですね。パッション、パッション。下の方でまとめちゃうと普通の花、なんか保守的な感じというか、うん、そう、その通りです。普通のお花になるので、もっと思い切って行ってみようかな。